毎度皆様こんばんは。本日は2020年5月の、14日になりました。ここは東京台東区浅草でございます。今浅草に来たところ、ちょっと画面がずれちゃいますけどね、やっぱりどうしてもね、一旦停止で画面をずらしてですね、今回から自転車に取り付けるタイプの三脚みたいなものを購入しまして、結構よく動いてくれております。今の道路の清掃用の車が、ちょうど私の脇を通っているところですが、その車の裏に隠れておりますのが浅草の名物、浅草寺の雷門でございます。皆様にもこの企画の趣旨、それから安全に対して入念な対策をしているということをご理解いただき誠にありがたいと日頃思っておりますが、今回がですね、この企画の3回目ということになりました。完全に深夜の東京を、観光することにより、そしてまた人の全く寄りつかないところを利用し、人と全く触れ合わないという注意をし、接触感染にも十分な注意を払うことによって、感染のリスクをゼロにした状態で撮影をし、皆様に東京の深夜の様子を楽しんでいただくという、その企画ですが、今回が3本目の動画でございます。今回は別に雷門に行くことはそんな大した目的ではないんですけども、せっかくあるからね、誰もいないし、前まで自転車で行ってみますか。毎度毎度ですね、小難しく説明しても仕方がありませんので、今回は具体的なことについては説明しませんが、コロナウイルス、外出の自粛期間、と言われているところで、このような撮影をしているということに関して、入念な対策を取っており、また、東京都並びに国が、外出はこういった条件には、許容されると、いったその指針を出しているものに全て従い、問題のない撮影をしているという認識でおりますので、皆様にもその点はよろしくお願いをいたします。で、前回もですね、皆様にお知らせしたんですが、過去2回は、今回使用している自転車の消毒を、ウェットシート、アルコールの含まれているものでやっていたんですが、それのアルコール含有率がですね、何パーセントか分からない、多分 50% とかだと思うんですが、それでは少ないかもしれないという指摘をいただきましたので、こういうものを手に入れました。これはアルコールの 81% のやつなんですけども、これでですね、自転車をレンタルしているわけですが、無人レンタサイクルを使っているんですが、レンタルをするときにこれを使って自分の手を消毒した後にこのティッシュに含ませてですね、触れるような場所を全て、除菌し、また終わったところで除菌するという対策をしておりますので、この度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はどういう企画なのかと申しますと、仲見世通りって自転車で行っていいんですかね。これすごい気になるけど、行っちゃいけないってことないんだろうけど、宗教的にはなんかあんまり良くなさそうですよね。乗り物に乗ったまま行くっていうのはなんか敬意をちょっと持っていないような感じがしますので、自転車はちょっと一旦雷門のところは通らず、仲見世通り車両進入禁止って書いてある、ちょっと確認してみたんですけども、この仲見世通りのこのエリアはですね、浅草寺だか、もしくは、浅草神社だかどちらか分かりませんが、ともかく境内ということになっているそうでして、でそういったところでは昔から馬からは降りてくださいという文化に、もう江戸時代とかそれぐらいの頃からなっていたんだそうです。だからその理屈に従えば自転車に乗るのは不適切と思われますので、とりあえず人が全くいない仲見世通りの、ど真ん中は一応神様の通り道かと思いますので、少し脇のところをですね、歩くということをしております。普段ね、神様信じておりませんとか、うちのチャンネル無宗教ですとか言いながら、神社 の, あれに従ってるじゃないかと、言う気もするんですが、それはやっぱり神社の土地に入っているからには、神社だかお寺だか、ちょっとここがどっちの敷地だか分かんないんですけども、やっぱそこの郷に行っては郷に従うということをしなきゃいけないのかなという感覚でおります。しかしすごいですね、本当に誰もいませんからね。これビャーっとこう一旦縮小して自分を持つって記念写真1枚撮っとこうかな。こんなもコロナウイルスの時じゃなきゃできませんからね。よし、このぐらいいや。今回の主たる目的は浅草寺とか浅草観光ではありません。よいしょ。この仲見世をですね、歩いて脇にそれまして、仲見世通りのところを抜けたらば、もうここは普通の公道なんで自転車も問題ないはずですけど、よし大丈夫だな、左右安全、よし、じゃあ行きましょう。で、まっすぐ行きますと前方にですね、東武鉄道の浅草駅があります。この浅草駅のすぐ裏に隅田川が流れておりまして、今回の主役は隅田川ということになっております。いや立派な景色だ。じゃあ渡りましょうね、このままね。よし安全、よし、ちゃんと気をつけないとね、左右は。やはりここ大江戸東京といえばですね、もう昔から、特に江戸時代の頃からずっと、昭和の中頃ぐらいまでにかけて、川が水運の役割を、大きく大きく果たしておりまして、その関係で、水運とかですね、それから、いろんなところに川が巡らされているということは、そこを渡らなければいけませんので、渡るための橋がいろんなところにあって、それが大変魅力的なものです。これも見てください、この橋の柵とかね、すごい古い感じがするでしょ。これが一体どれぐらい古いのかっていうのは、ちょっとこの欄干そのものについては私も知識がないんですけれども、
そういう中で特に大きなこの東京の中でも目立つ隅田川は、その脇をただ自転車とか、まあ、それから歩くとかそういうんで移動するだけでも楽しいところなわけです。本当に歴史のあるところです。もう戦前に作られたような橋ばっかりですから、東京大空襲の被害を受けてですね、こういう風になりましたといった話もたくさんできるようなところです。ですから今回はこの隅田川をですね、この浅草地区を起点に、ずっとこちらの方へ進んでいきまして、最終的に隅田川のその終わりの地まで向かってみようと思います。こちらがですね、東京湾方面ということになっておりまして、まあ、隅田川ってのは荒川の支流なんですけど、こっちがまあ荒川とか、まあ、言ってみれば、埼玉県方面とか、まあ、そういう方向でございます。ところが残念なことにですね、こちらをご覧いただきたいんですけども、自転車ダメマークがありまして、この隅田川沿いのここ隅田川テラスというんですが、川沿いのところがずっと整備されてすごくいい雰囲気なんです。だからここを自転車で行こうと思ってたんですけども、まあ、来てみたらこういうことで、残念ながら対岸とこちら岸と両方とも自転車の立ち入りは禁止ということになっております。まあ、だから隅田川沿いのところを自転車で走って、で、いいところになったらば下に降りて移すということを繰り返そうと思うんですが、まず皆さんにご覧いただきたいのは後ろにおります、先ほど私がおりました吾妻橋です。もともと木製の橋が昔からかかっていたらしいんですが、しかし関東大震災の時に、この説明はこれから延々と繰り返すことになりますが、それが傷んでしまいまして、そしてそれをとりあえず修理して使っていたらしいんだけれども、昭和の時代の初め頃に新しい今のこの橋に架け替えるということになったそうです。吾妻橋と書いてある下のところにリベットみたいなのがいっぱい打ってあって、これが昭和初期らしい雰囲気を伝えてくれます。そしてまたこちら側、こっちにありますトラス構造、三角形を組み合わせた強力な、頑丈な橋、これは東武鉄道伊勢崎線の橋ということになっています。でこれは現在はですね、終電終わってますから走ることはないんですけども、まあ、朝になるとここをだいたい時速15キロぐらいで東武電車がガタガタガタと走ることになっていて、それはまあこの辺りの土地の関係でゆっくり走らざるを得ないんですが、それがですねまた浅草の素晴らしい見どころの一つです。もともと東武電車は向こうのスカイツリーのところに設けられた浅草駅を終点としていたんですが、まあ当時はまだ電車じゃなかったかもしれませんけどね、そのところにあった浅草駅からもうちょっとこちら側へ伸ばして、最終的には東京都心まで伸ばしたいという考えがあったようですが、それは残念ながらうまくいきませんでしたけれども、まあ、こちら側の浅草のこの建物の向こう側にある現在のデパートと一緒になった浅草駅まで線路を伸ばし、最初はそこを浅草雷門駅というふうに呼んでいたようです。だから東京スカイツリーとかその周辺に大きな建物を建てるだけの土地を東武グループは持っていたんですね。だからこそ東京スカイツリーがあそこに建っていたということで、昔東武鉄道がこの橋を渡っていなかった時代の名残がスカイツリーというわけでございます。このトラス構造の、東武鉄道の橋の裏側にまた普通の人や車が通れるような立派な橋がありますね。見えますね、これが琴という橋です。太平洋戦争の終わりの頃、昭和20年の3月の10日ですね、東京大空襲がありまして、そして隅田川沿いのそれぞれの人、こちら台東区側の人と、向こう隅田区側の人がこの橋を渡って向こう側へ逃げれば火の手から逃れることができると考えて、琴という橋のあたりで集結したんですけれども、残念ながら、どちらもすでに火の海ということで、結局そこには本当は逃げ場がなかったという悲しい話が伝えられています。まあ、この話はですね、また琴という橋方面に行った時にしようと思います。今回はこの吾妻橋からこちら河口方面に向けてひたすら進むことにします。ちなみに今私の動画の撮っていた隅田公園はスーツチャンネルで初めてライブ配信の行われた場所でもあります。ちょっとねこちら岸のところからだと随分隅田川沿いに進むことが難しそうなので、一旦吾妻橋を渡って、これ渡ったら隅田区ですよね、よいしょ、渡って隅田区側に行くことにしました。うん、やっぱ渡ると隅田区なんだな。一旦停止。ここにですね、隅田区と書いてあるのが見えます。吾妻橋の一つお隣の橋が、こちら、これ駒形橋って言ったと思いますけども、曲形橋なのかな。これもともと関東大震災の前にはここに橋はなかったらしいんですが、ここに渡し船があったのを、じゃあ、東京の復興計画のついでにここも、しっかりした橋を作ろうということで、やはり、まあ、古さとしてはこの構造を見ていただいて大体察しがつく通り、先ほどの、吾妻橋と基本的に変わりません。でその曲形橋ですが、その隣にですねこんな建物があるんですけど、まあ、これは多分年代とかが、ね、考えて、まあ、この橋と同じ時に作られたやつだと思うんですが、これ交番ではありませんか。やっぱそうだわ、
熊中橋地域安全センターで書いてありますけど、これは多分、ね、今またおまわりさんの上にだと思いますけど、相当古そう。これはあれですね、前回もあの月島のところで、大正時代の、交番を発見しましたけど、これもそうじゃないですか。まあ青い看板だから、これは現在では交番として使われていないようですけれど、上のところにはですね、やはり警視庁のマークがついていて、戦前に作られた歴史のある交番の建物をまたここでも図らずも発見しました。やっぱ昔の交番って今よりも威厳がありますよね。悪いことをしてるやつはとっ捕まえてやろうみたいな、なんかそんな固い意志みたいなものを感じられますよ。駒形橋とねえ、この終わりのところのこの石造り、残りの石造りがまあ大体同じなんで、あのセットになって作られたんだろうなという気がいたします。これの金属のトラス部分を重ねた大きな大きな橋、戦前からこの眺めが変わってないってのもなんだか感動的なことですよ。でそれからですね、ちょっと隅田川沿いをまっすぐ走ってはいけないということになっていたんで、脇の道ちょっと内側に入ってきたんですが、まあ、今のこの私の後ろの通ってるこの道ですけどね、この道の名前はね、あそこに書いてあって清澄通りっていうそうなんですけど、この通りをずっとまっすぐ行くと、ずっとまっすぐ行くとこの間、石川島とかね、あのそこら辺通りましたけども、あの東京駅からまっすぐ行ったあの道のところ、橋をこの橋、立派な昔、路面電車が通っていた橋を渡りますと、中島とかそこら辺行きますよみたいに言っていた、そこへそのまま行って、要するに月島のところまで一直線みたいですね。それもなかなか面白いな。一本の道をずっと行くっていうのもいいですけど、蔵前橋の方へ来ることができましたよ。おお、すごいな。ごめんなさい、あの蔵前橋ではなく馬屋橋でしたけれども、私馬屋橋をまともにあの見に来たのは初めてなんですけど、かっこいいですねこの橋もね。 見ます、こういうこういうこういう感じですよね。え、立派。こんな馬屋橋と書いてありますけど、これまあ渡りながら撮る分には大丈夫でしょう。これこれこれ、立派な立派な景色だ。これも例によって、もともとかかっていた馬屋橋は関東大震災で被災しましたので、それと同時に新しく架け替えたという橋でございまして、ここは昔は東京市電路面電車が通っていたそうです。本当はこの下の真下のところをあのこう地下鉄が通るようになっているらしいんですが、ただ本当にこの直下を通してしまうとこの橋 あの橋脚に影響があるということで、この下のところですね、こういう感じでこうぐねーっとで、反対側もこういう風にですね、この馬屋橋の下を、こうぐるっと、避けて都営地下鉄大江戸線が下を通るようです。こうビャンビャンビャンとですね、こう3つのこう丸々のやつが連なりまして、手前のところには屋形船が並んでます。まあ、やっぱここから屋形船に乗りましょうってことなんでしょうね。あ、コースなんかもずらっとある。まあ、今ではもう屋形船なんてのはもう多分どこも営業してるところはないと思いますけれど。で、次の橋がこちら蔵前橋だったと思うんですが、まあ先に言っておくと今日中にこれ東京湾まで行くことはちょっと難しそうですね。本当だったらね、全部行きたかったんですけれども、残念ながらあの私のマイクに少々不具合が起こりまして、今多分聞こえづらい状態になってしまったんじゃないかなと思います。まあ次回までに改善して、途中からまた音質が大幅に向上することになりそうです。あ、本当はですね、できることだったらば橋の下まで行って、で下からその橋を映すってこともやりたいんですけど、まあ、暗いから映しにくいのと、まあ、一応ライト持ってますからね、できるんですが、それからあのどうも見た感じ、どの橋もね、その下のところには今のところホームレスの方がおられるみたいで、やっぱ橋の下ってそういう感じなんですね。だからちょっとあと、まあ、もしかしたらあの次の橋、蔵前橋は大丈夫かもしれません。機会があったらね、ご覧に入れたいですね。お、すごいすごい、ここもですね、また立派な、こんな立体交差の橋になっているとは知りませんでしたけど、新潟の磐梯橋がこんな感じですけどね、自転車もまあ険しいですが、この階段を登れば一応上に行けるということになっております。で、車道はこの下で交差すると、まあ、頑張って上に上がりましょう。よし、で来てみました。この蔵前橋と書いてあるこれはですね、まあ、私 あの印象だと橋の上からはまあ割と没個性的といいますか、あの普通の橋だなという感じ。架けられたのは昭和2年のことだそうなんですけどね。ただこれはあの下に降りると結構綺麗です。今ここで見ていただいても綺麗だと思いますし、まあ、それからこれですね、これは私が今スマートフォンの夜景モード、ちょっと明るくなるモードで撮影した蔵前橋なんですけど、結構綺麗でしょう。まあ、これはですね、もちろん照明が川面に反射して美しいっていうのもあるんですよ。で、あの向こうのですね、馬屋橋と比べると、まあ、馬屋橋あのただの白い照明ですけど、こっちの蔵前橋は、まあ、それに対してあのオレンジ色の照明ということで雰囲気がいいっていうのもそうなんですが、まあ、それの他にですね、この蔵前橋自体が黄色に塗装されているようです。ですから下をくぐるときなんかも、もうなんかそれは幻想的で、ここから見上げた景色は昭和2年にかけられてから90年ぐらいずっと変わってないわけですからね。
やなんとも不思議な感じ、昔の人もこういう景色を見てたんだなと思いますけど、まあ、確かにこうやって見てみると、あのこの分かりますか、まあ、それぞれのこの鉄板なんで、こういう古い橋の作り方としてですね、この細いというか、まあ割と薄めの鉄板をこう重ねて、そして太めの骨組みにしたりとかですね、あの全部基本となる鉄板の厚さは一緒らしいんですね。それがね、あの下のところから覗くとよく分かります。でこちら蔵前橋ですが、一個お隣あちらにですね、蔵前専用橋というのもあるんだそうです。まあ、これ専用橋だという名前なのは、あの私は今初めて知りましたけどね。これはあの、まあ、普通に中はなんか水道かなんか通って、あとはなんだっけな、あの電話線かなんかここ通してるらしいんですけども、まあ、なんかそういう橋かと。で下のところはまあ見て分かるようにコンクリート橋なんで、コンクリートの橋脚だから、まあ、そんな新しくないんだなと思ったらですね、これいつ架けられたのか今調べてみようと思うんですけど、日本で初めて、人を渡すとかそういうんじゃなくて、人以外のものを通すための専用で架けられた橋なんだそうでございます。かけられたのは昭和43年のことだそうですね。1968年ですか。まあ、だからあのこっちに比べたらもう相当ですよ。あの40年ぐらいあの差が開いてますから、ね、でもあのそれにしては確かに随分古そうな橋に見える。てかあのそういう水道管用の橋とかあったと思うんですけど、電話線の専用の橋としてはそれぐらいの歴史ってことなんですかね。まあ、ともかくこの蔵前橋、いや美しいですね。真っ昼間に来るとね、もっと美しいですよ。まあ夜もこの照明の雰囲気が最高なんですけどね。すごいですね。驚くべきことなんですけど、今の時刻ですね、午前3時37分なんですが、もうすでに東京スカイツリーの方面ね、東の空が明るみ始めて、いやびっくりですね。まあ、ともかくあのまだしばらくは大丈夫です。で、これもう少し向こうの方行ってみようと思います。次の橋はですね、これ JR 東日本総武本線の渡る橋です。ただね、あのいくら朝が明るくなり始めたとは言ってもですね、まあ所詮この時間の明るさですし、この朝の時間ではあの総武線の電車の運行はまだないし、橋がね、多分総武線の鉄橋はほとんど見えないんじゃないかと思うんですよ。だからとりあえず江戸通りをじゃんじゃん南下して、で一気にもう中央区の方まで入ってしまうと思います。で中央区とそれからこの台東区の区境はじゃあどこにあるのかってことなんですけど、それはですね、神田川を渡ったところにあります。だからまあ神田川の橋を渡るわけですが、その橋の名前が浅草橋というところです。さあ早速ですね、上を今から、まあ、上というか普通に画面注目していていただければいいんですが、映るはずです。ちょっととりあえず渡ってから喋りますね。安全が良くても映像が良かったかどうか分かりませんが、はい、こちらがですね、総武本線の鉄橋でございます。まあ、これも関東大震災の後にですね、いよいよこの隅田川を渡って、東京都心部まで乗り入れるようになった鉄道でして、この線の向こうまで行きますと千葉方面の昔特急列車などが出ていたターミナルの駅両国があります。あの東武鉄道もね、昔はあの浅草に来る前は、こっちをターミナルとしようとしていたという時期が あったようです。でもちろん今は始発電車の運行の前ですが、ちょうどもう目の前に浅草橋駅がありまして、駅のホーム上は明かりをつけているようですね。ちょっと見てみますか。まあ、ホームの上はあんまり見えませんけど、この脇のこの高架のね、このカーブ、これ私いつも好きなので、なかなかね、あの通りがかるたびにおおと思って見るんですが、多分コロナウイルスの時期でもこの辺はお客さん、人がいっぱいいるんじゃないかと思いますんで、昼間は近寄れないところですよね。あ、そうだ、この辺の住所の話しますか。ちょっと一旦脇道に入ってですね、住所表記を見つけましたんで、こちらです。これ、柳橋1丁目と書いてあります。あの浅草橋という住所なんですけども、あのこの近くの柳橋の方が有名です。柳橋見に行きましょうか。多分ね、この角を左に行ったところにあると思うんですけども、神田川に架かる柳橋、もう素晴らしくいい橋ですよ。あったあった。あら、ライトアップされてんの。いや、信号が反射してるだけですわ。まず一旦ちょっと車いませんしね、車道走ってみましょう。いや、いい橋だ。ガッチャンと、まあ、これもまたですね、例によって関東大震災の頃に、終わった後に架けられた橋なわけですけども、一旦停止。素敵な橋ではないですか。こう橋がかかっているって、この光景も素晴らしいんですけど、あのね、とても素晴らしいなと思うのはこの橋の脇にあるこのお店なんですよね。ここに橋かかってて、そのすぐ脇のたもとのところのですね、両側に小松屋という名前の、お店があります。あのこの間行ったんですけどね、旬の佃煮、今はあの初夏の時期ということで、アサリになってますが、あのこれ佃煮屋さんです。前行きましたらですね、あのこれ、まあ、これ開けてガラガラガラって開いて、すみませんって言って買っていくんですけども、あのこんな感じのこう佃煮、これ確か500円とかじゃなかったかな、穴子だけ、2000円だったかと思いますけど、まあ、そんな感じであの売ってるですね、あのとてもあのいいところでした。あのもう味があっていいですね。いつから始めたんですかって言ったら明治時代だという話を伺いました。
この神田川は大変有名な川ですね。あの歌でも、ね、知られておりますし、それからまあ向こう側のこれですね、これがですね、浅草橋でございまして、その近くに駅があるんで総武線の駅は浅草橋駅ということになっています。で、多分浅草橋駅もそれからこの浅草橋もそれから柳橋もですね、両方ともまあ大体同じぐらいに作られた、要はあの関東大震災の後の復興の、橋ということになっていると思いますが、まあ、見てもらって分かる通り、あの柳橋の方だけですね、あの一際立派でございます。で、この周辺の建物の、地域の名前も、浅草橋ではなく柳橋と呼ばれております。この柳橋をもって、有名な神田川、これは井の頭、の方からずっと続いてくる、歌でも知られる神田川は、この柳橋でもって終点ということになっていまして、ここから向こうで隅田川に合流するわけです。で、その隅田川に合流してすぐ右手にですね、立派な立派な両国橋がありますのでご覧ください。ちょっと両国橋の近くまで寄ってみましょうね。いやー、本当に隅田川はいいですわ。これがその隅田川と合流する神田川の、柳橋たもとにですね、先ほどのあの佃煮があって、で、こちらに、スカイツリーとそれから総武線の橋とかその奥の、馬屋橋、蔵前橋などが並び、そしてこちらが大変立派な両国橋でございます。この辺にかかる橋では多分両国橋が一番分厚くてなんか立派だなという印象を受けますが、これもですね、また例によりまして関東大震災で、壊れてしまった後に架け替えました橋でございます。これ下のところですね、こんな立派な、下支えがあって、ここももちろん昔は路面電車が通っていました。まあ、これは、昭和の最初の、あっちの総武本線がですね、できる前まではこの両国橋の上を通っていた路面電車を使って、向こうにあった両国駅から、路面電車に乗ってですね、そしてあの神田とか万世橋とかあの秋葉原とか、そっちの方面まで路面電車で移動して、そこからまた、JR、まあ、当時の国鉄線各線に乗り換えるということをやっていたわけです。だもっと昔で言えばこの今の両国橋になる前、関東大震災の前の時代であれば、ここを人力車でもってね、鉄道と鉄道の乗り換えをするという使い方もあったでしょうね。あの東京はですね、結構鉄道同士の乗り換えがすごいしやすいということで、世界的にもね、あの珍しいんじゃないかなと思うんですが、ただ、総武線の拠点駅、この川向こうの両国のところだけはですね、鉄道、あの他の山手線とかそういう、都心の各線と接続をすることができなかったんで、昔はこの両国が、JR 線の、まあ、乗り換えの橋というふうに使われていた時があったようですよ。いやー、本当に景色いいな。綺麗ですね。いっぱい見てください。今ですね、ちょっとまた、南下してきましたけども、こちらに見えております、これですね、日本橋中学校です。あのこの間ちょっと用事でね、この辺に来る機会があったんですけど、これですね。あのこういうね、あの変な、なんか随分仰々しい立派な石碑があるのを見つけたんですよ。これ小学校中学校にこんな立派なものあるかと、上にしかも鳳凰まである、これは一体なんだと思ってですね、向こうのところまで行ってあの見たんですけども、そしたらここのところにね、プレートが埋め込まれていました。まあちょっとこれではあの荒すぎて見えないと思いますが、あの昔のカタカナで書かれたね、読みづらい漢字で書いてありましたけども、まあどうもそれを頑張って見るにはというか、まあ脇にあの日本語のあの現代語訳もちゃんとありましたが、ここはあの今は日本橋中学校ですけど、昔はですね日本橋尋常小学校だったそうでして、あのここで昭和天皇がですね、関東大震災からの、復興記念式典というので、この頃なんかこう式典があったらしいんです。まあこの隅田川なんてね、もうまさに関東大震災から復興で作ったようなものがいっぱいあるわけですから、その記念式典の時に、ここにあった尋常小学校の2階だか3階だかでお休みになりました、その記念碑ということなんです。まあ、さすがもうちょ時代だなという感じがしますけれど、その記念碑がですね、今でもこんなに立派に残っているそうでございます。これ不思議なんですけど、この近くに東日本橋駅っていうのもあって、でここも日本橋、中学校という名前なわけですが、じゃあね、日本橋が近いのかっていうとね、あの別に近くないですよ。日本橋っていうのはあの隅田川ではなく、日本橋があの、まあ、結構真ん中あたりにある橋なんですけども、ここから自転車でも多分15分ぐらい見た方がいいんじゃないかなと思います。今10分ぐらいですか、ちょっと遠いですけどね。なんでここのことを日本橋っていうのかはあの私はよくわかりません。ここで首都高の向島線っていうんでしたっけ、まあ、そういうのがね、隅田川の上を渡ると、まあ、そんな橋もまたかかっております。首都高がこんなに空いてるってのもどうですか、珍しいんじゃないですか。多分むしろ貨物自動車、まあ、要するにトラックが通るから混んでるのかな、どうなんですか。いや多分ね、歴史上今までにないぐらい続いてると思いますよ多分。
さてそれではですね、今その首都高の下のところまで来てるわけですけども、もうそろそろ今日のですね動画もこの辺で終わりにしないといけません。ただいまの時刻が、午前4時もう15分を回ったんじゃないかと思いますが、そういう時間になりますと、まあ要するにあの5時が近づいているわけですけれど、私の自分の中で決めているルールとして、午前5時までに東京駅のあたりへ帰りつけるような工程にすると。でないであの東京へ通勤される方がね、あの今度出てきて、で人とあの多くすれ違ったりという危険性がありますので、それはあの避けなければならないから、だからもうそろそろ終わりにしなければなりません。なので、まずこちら側ですね、今ありますけれども、まずは皆さんにこの浜町公園を紹介します。これです、この浜町公園。これはなんかここになんか武家さんのですね、お屋敷があったらしいんですけど、多分細川家かなんかだったと思うんですが、あのお屋敷があったんですが、それも関東大震災で焼けてしまったんで、じゃあちょうどいい機会だからあの公園にしませんかということで、復興の、関東大震災の、復興の関係で、ここに公園を作ることになったという場所でございます。今の画角だとただの公園にしか見えないと思ったん で少し奥の方まで見渡せるようにしましたけど、まあ、結構大きな公園ですよ。ちらりとねここから首都高越しにスカイツリーなんかも見えて、いいわけですけど、よいしょ、あそこにね、浜町公園案内図っていうのがありますが、まあ、こういうところなんですけども、ここが中央区で一番大きい公園だと今調べたら書いてありましたね。その浜町公園を過ぎまして今やってきました。この橋が、これがですね、新大橋というんですが、この新大橋というのは1970年代に架けられまして、まあ、そんなにあの古い橋ではありません。まあ、その名前の通り新しい橋だなという感じなんですが、あのこれの先代の新大橋というのもありまして、要するに1970年代以前から、明治時代からですね、ずっとここにあった橋がありました。まずこれ江戸時代の新大橋、まあ、江戸時代の多分大橋だと思うんですけど、大橋の姿です。まあ、あの昔の江戸時代っぽい橋だなという感じ、木製の橋ですが、これが明治時代になりまして、こんな感じの橋になりました。ちょっと人が来たんで一旦どきます。朝のゴミ拾いの方でしたね。そんなこの朝のもう4時になったばっかりですよ、そんな時間にゴミ拾いに来られるなんて、いや本当にご立派だなと思いますが、明治45年に架けられた新大橋と書いてあって、これが1977年だったと思いますが、までずっと残っていました。で1977年といって気づくのはですね、要するに、それまでずっとこの古い橋をずっと使い続けることができていたということでして、あの関東大震災で落ちなかったということなんですね。あの他の橋はもうほとんど全部あの関東大震災の時にあの壊れたか焼けてしまったかで、あの使うことができなかったんですけど、書いてあったか、新大橋の由来、多分これあの解説私今初めて見ましたけど、多分書いてあると思うんですけどね、新大橋の由来、新大橋は元禄6年の、12月7日にここよりやや下流に初めて架けられまして、両国橋が、満治2年に架けられて、その当時大橋と呼ばれていたので、その下流に新しく架けられたこの橋を、新大橋と輸送した。あ、そうだったんですか。これもともと大橋って名前だと思ってた。最初から新大橋だったんですね。で、まあ、松尾芭蕉があのこの辺にあの昔住んでたという話もあるんですけども、明治45年に、現在地に、鉄橋の新大橋が誕生しました。関東大震災1923年および、太平洋戦争の大空襲、この鉄の、あ、ごめんなさい、1945年にも耐え、橋上において多くの人々の命が助かったため、人助けの橋と言われるようになった。まあ、私がですねこの間日本橋クルーズというのであの説明された方の聞いたのでは、人助け橋じゃなくてお助け橋って言ったかな、お助け橋という名前で、愛称がついていたそうです。その鉄橋は64年の間道路橋としての、使命を十分に果たして、昭和52年3月27日現在の橋に架け替えられた。なおその鉄橋の一部は愛知県入山市の明治村に保存されている。あ、そうなんですか。明治村ってなんか何でもあってすごいですよね。あの一度行きたいなと思ってるんですけど、あの そうなんだ、それ知らなかった。あのコロナウイルス終わったら、ね、ぜひ行かなきゃいかんなと思いますが、この新大橋は、そういうわけでですね、あの関東大震災であの他の橋がもう全部ダメになっちゃって、東京大空襲で他の橋も爆弾が落ちてという中で、この橋はあの運よくですね生き延びましたので、隅田川の両岸の行き来ができるようになって、相当多くの人の命を救ったそうですけれども、まあ、しかしさすがに古くなりすぎたということでですね、耐久性などにも問題があったため、大島列も、もうその役目を十分に果たして壊れてしまったのではなく、解体されて現在のこの
ども、新大橋になっております。向こうにもですね、またあの川端康成に褒められたらしいんですけども、あの相当優美な、清洲橋というのがありまして、まあ、あの次回のネタバレをしますが、鉄製の吊り橋です。シンガポールであの鉄製の吊り橋を皆さんに紹介しましたがね、まだ動画出してなかったかなと思いますが、あの珍しい、鉄製のドイツの鉄道橋の技術なんか使ったらしいんですけども、まあ、吊り橋なんですが、次回はですね、あちらの清洲橋から、下流方面、またさらに進んでいくということにいたしまして、今回はこの新大橋まで、東橋から新大橋までを紹介いたしました。なお東橋から、逆方向、上流方向のですね、琴取橋とかそっちの方向は、また別の、まあ、浅草とか、箕輪とか吉原とかそこら辺を回るときに、また皆さんにご覧に入れたいと思います。どうもありがとうございました。すみません、あの言っとかなきゃいけない、4時28分です、今の時間ですね、4時28分あの東京駅がですね、だいたいこっちの方向にあります。ここから30分あれば普通にあの5時までに東京駅に着けるっていうのは、あの東京の地理に明るい方であれば普通にわかると思いますんで、あの今日もですね、問題のない時間に、終わりましたという報告だけはさせていただきます。ありがとうございました。すみません、あの最後にですね、これを終わりにしようと思ったんですけども、ここにこんな立派な、記念碑、石碑、大きな石碑がありましてですね、まあ、要するに、ここに書いてあるのはですね、まあ、昭和8年にあの建てられたということですけど、新大橋に毎年9月1日に集まって、その時新大橋の上で、自分たちの命を流れることができた人たちが、みんなそのまあ同窓会みたいなのを作って、そして生きることができてよかったねと言って当時のことを忍ぶという会が行われていますよということが書いてあるんですね。いや立派な橋です。まあ、これあのここにもですね、あのさらに2つもあの石碑がありまして、これ見ればもしかして分かったのかなと思うんですけど、全部読むとですね、あの何度も何度も同じ話をすることになるんですが、興味のある方ぜひ、一時停止してお読みになってみてください。それでは私の時間ももうあまり残されておりませんので、この辺で失礼いたします。また次回隅田川を下ります。よろしくお願いいたします。